では後半の方に行きたいと思います。まるには、予算の審議議決というところなんですけども、予算って何なのかっていうと、国の収入、ちなみにこれ言葉の確認です。国の収入のことは歳入、支出のことは歳出っていう言い方があります。で、要は国の収入と支出を、見積もることって書いてあるんだけど、要は今年の国として、まあ、例えばいろんな税金とかね、いろんなものからどれくらいのお金が入ってきて、で、何にいくら使うのかっていうことを、一応予算っていう形で、まあ、予想とかしてさ、ね、来年はこれぐらいのお金が使われるだろう、ね、まあ、これぐらいの収入があってこれぐらいのものにこれぐらいのお金が使われるだろう、トータルでこれくらいかかるだろうなんていうことでね、収入っていうのは入ってくるお金、支出っていうのは出ていくお金ですよね。これを一応予算という形でまずは審議するんですよ。で、まあ、何を審議するかっていうと、これはいいですか、何にいくら使うのかっていうことがすごく審議されます。いい、で、ここがね、もうね、結構大事なところなんですよ。だから来年、例えばだけど国は教育に力を入れるぞっていう時に、やっぱり、教育分野に、これだけのお金、ね、今までは、いくらいくらだったけど、来年はさらにそれを増額させてこれくらいのお金をね、当てるぞとかね、やっぱり高齢者が増えてきているから、高齢者向けの、ね、対策ということで福祉関係ね、そういうものに、ね、やっぱり手厚くしていこうと、ね、介護とかさ、いろんなところでお金がかかったりするから、そういうところにやっぱりお金をかけようとか、何にどれくらいお金をかけるかっていうところが非常に重要なんですよ。なんでかって言ったらさ、これ国が何に力を入れてるかっていうところでそれ分かりますよね。国の方針が分かるんですよ。で、やっぱそこの部分のせめぎ合いがあってさ、それぞれみんなさ、お金欲しいわけじゃないですか。うわー、うちとしては、例えばだけど、ね、これからは今ね、いろんな国同士が、ね、ちょっと今関係性が微妙になってきているから、いつ何時、ね、こうやってさ、攻めてこられるかわからないから、防衛に力を入れなきゃいけないんだ、なんていうふうに考えている人たちからしたら、防衛費、ね、どんどんくれと、お金たくさん出してくれよ、ね、それでね、うちも、攻撃された時に、それにちゃんと防衛できるような対策に、やっぱお金をたくさんかけたいから、ね、それでお金欲しい、みんなね、お金欲しい、お金欲しいって思ってるわけですよ。だからここの審議っていうのが一番と言っていいほど大事になってくるわけで、やっぱりこのさ、これも同じなんだけども、委員会っていうのがさあって、予算委員会っていうのがあるんだけど、だから委員会もいくつかあるよって話したじゃん。予算委員会っていうのがやっぱり一番大事な、委員会なんていうところで言われております。いいですか。で、米印見てください。予算案に関して、要は、何にいくら使うかっていうこの予算案ですよ。案は内閣が作るんですね。ここポイントですよ。いい、テストで安いです。ここね、しっかり押さえておいてくださいね。引っ掛け問題で出しやすいんですよ。なんでかって言ったら、予算の審議してんのって国会でしょ、だから予算案だって国会が作ってんじゃないのって勘違いしてる人が非常に多い。違う、予算案は内閣が作るんだ。そして内閣が作った案を、まあ、だからここで言うと内閣が作った予算案を、いい、まずは、はい、いいですか、ここもポイントですよ、衆議院に提出するんですね。これ前回の授業でやりましたよね。ほら、衆議院の優越のところで話したやつです。予算の審議っていうのがあって、予算に関してだけは必ず衆議院から話をするってことが決められてます。さっきさ、法律は最初は衆議院だろうが参議院だろうがどっちでもいいんだよって話したじゃん。だけど言ったでしょ、予算って大事なんですよ。やっぱお金関わってくるし、この大事な議論はやっぱり衆議院から話し合いをするっていうふうに決まってます、ね。じゃあなんで衆議院の、ね、が優先されるかっていうのは前回の授業動画ね、ぜひ見てもらえればと思います、ね。さあ、ここの部分がね、
この米印で書いたんですけども、テストなんかでもね、出やすい部分だったりしますから、ここね、内閣です。国会じゃないですから騙されないでくださいね。そしてこれも、いい？ほら、ね、国会ってさ、衆議院と参議院どっちからでも話していいんでしょうって思ってる人危険です。基本的にはどっちから話してもいいんですが、はい、予算に関してだけは衆議院から。もうこれ口酸っぱくして言うよ。いい、これしっかり押さえて。予算だけは衆議院から、絶対。いい、これが予算の選議っていうからね。ここしっかりと押さえておいてください。さあ次、丸3番。内閣総理大臣の指名っていうことで、これも以前別の授業動画のところでね、話をしたと思うんですけど、内閣総理大臣を誰にするかっていうのは、国民、我々国民が直接投票で決めているわけではありません。いいですか？我々が選んだ代表者である、この国会議員たちが誰を内閣総理大臣にするかっていうことを決めているんです。それが内閣総理大臣の指名ってやつですね。で、これも前に話したと思うんだけど、基本的には、いい？たくさんの議席数を持った政党のトップ、リーダーの人が、そのまま内閣総理大臣に、指名されていきます。まあ、なぜかっていうと、その国会の中で、たくさんの議席数を持ってるってことは、多数派なわけですから、その多数派の人たちが、はい、多数決するよってなったら、みんな、はい、うちの党のリーダーをね、首相にお願いしますっていうふうに手を挙げるに決まってるじゃないですか。だからそうなってくると、当然多数派の政党の、トップの人、リーダーの人が、そのまま内閣総理大臣に指名されていくっていう。さあ、ここポイントです。指名です。あくまで、この人が内閣総理大臣がいいと思いますっていうとこまでが国会の仕事なんですよ。で、ここです。任命。はい、あなたを正式に総理大臣に任命しますっていう、任命するところは天皇のお仕事。天皇の国事行為って一つになります。いい。ここら辺、ほんとややこしいよね。いい？指名は国会、任命は天皇。いい？なんでこれをこんな強調してるか、繰り返し言うけど、テスト出やすいからですよ。何を隠そう、先生もこの関係の問題作ってたから、よくわかるんです。ね、この辺一番やっぱり、生徒がね、混乱しやすいところだから、やっぱここの部分でね、ちょっと細かい知識になっちゃうんだけど、ね、テストでこうね、これを例えば逆にしてみたりとかさ、そういうのとかもさ、考えられるからさ、ね、そんなところね、いい？騙されないようにしっかりと対策を打っておいてください。そして、この米印、いいですか？内閣総理大臣の指名、これは国会、衆議院も参議院も両方でやるんですが、衆議院のみ内閣不信任の決議っていうのができます。つまり、内閣を信任しないよっていうことを内閣に突きつけることができるんですね。さあ、それ前の単元でも話をしたんですけども、これをやるとですね、漏れなくセットになるのが、衆議院の解散ってやつです。ね。ほー、なるほどね、と。何？内閣のことを信任しないと。そういう結論なんですね。わかりました。我々も内閣のね、メンバーね、我々大臣たちも、みんな、じゃあ一度ね、辞めますと。ただ、いい？まあ我々だけが辞めるというパターンもあるけども、あなた方だってもう一度国民に問おうじゃないですかと。今の衆議院の議員さんたちが本当に国民のためにね、仕事できてるのかどうか、この人たちが国民の代表としてふさわしいのかどうか、それを選挙ではっきりさせましょうよっていうことで、衆議院解散っていうのがあるんですよ。だからこのなんかね、やられたらやり返す的なね、もうかつての半沢直樹じゃないですけど、そういうことがですね、ここまたね、行われていると。で、ポイントは、それができるのが衆議院だけっていうところですよね。だからこの辺あたりのね、部分が解散があったりってところが、まあ、さっきの衆議院の優越とも大きく関わってくるところでしたから、そこしっかりと思い出しておいてください。さて、次、丸四番いきます。丸四番。内閣が外国と結ぶ条約の承認っていうふうなことが書いてあるんですが、内閣がさ、こう外国とね、なんとか条約とか歴史でたくさん出てきたね。あのなんとか条約とかっていうのはさ、今さ、内閣が結んでるんですよ。
いい、まあ、これをちょっと難しい言い方で締結なんて言い方をするんだけど、ここもいい、騙されないでよ。いい、条約を実際に結ぶのは内閣の仕事です。締結するのは内閣の仕事だけど、いい、承認する、つまりいい、いいよ、分かった分かった、じゃあその内容の条約だったらいいよ、結んでいいよっていうのは国会の仕事なんですよ。いい、だから、まあ、逆な言い方をすると、国会が、まあ、その内容の条約だったらその外国と、条約結んでいいよって言わなければ、内閣は条約勝手に結ぶことができません。いい、そういう部分で、ね、やっぱりほら三権分立を目指してる、これ力のバランス取ってるんですよね、こういうところでね。さあ次、丸5番、国勢調査、これは何なのかっていうと、これ言葉のそのままの通りなんですよね。国の政治について調査することができるっていう、ね、そういう力を持ってるんですよ。で、国の政治について調査し、承認喚問や記録の提出を求めることができるっていうふうに書いてあるんだけど、要は、今の政治が、ね、どうなのかと、ね、いうことについて調査して、それに関する、ね、なんか今この政治これちょっとうまくいってないんじゃないかとかね、いろんなのがあったりとかして、それに関する、承認をこう国会に呼んでいろいろ証言を聞いたりすることができたり、そのことに関する記録の提出をこう求めることができるっていう、こういうね、権限を一応持ってるんですよ、ね、一応これが国政調査権なんて言ったりします。いい、さあ次、丸六番、これもね、過去の動画で、出てきたと思うんですが、憲法改正の発議ということで、こちらの法律もそうですが、憲法だって決まりですから、いい、同じく決まりですから、どちらも、まあ、時代とかさ、そういうものによってさ、やっぱりさ、いろんなものがさ、やっぱり変化してくるわけじゃないですか。その時代とかの変化、その人々の変化、それに合わせてやっぱり決まりとかも変えていくことができるというのが大原則ですから、憲法でさえも変えることができるというのがまず一つ原則としてあります。ただやっぱり、じゃあ変えたくなったから変えようぜ、そんな軽いテンションで変えられたらね、憲法っていうのはこのね、一番決まりの中でも一番トップに君臨する、法ですから、簡単には変えられないんだけども、まあいろんな手続きを経て、これももうやったよね、ね、経て、そして最終的には国民投票、国民の皆さんいかがですかなんていうところで、やって、そういうのを経て憲法も変えることができるよっていう、でそういうの話したと思うんだけど、まあ、その憲法改正の発議っていうのも国会が、できます、ね、やっぱりこういうところで、この同じ過程ですよね、こういう過程で憲法をどうする、変えるなんていうところでやっぱ話し合って、最終的には国民投票が行われてなんていう、そんな流れになります。さあ、丸7番、弾劾裁判所の設置というところで、なんかね、弾劾裁判所なんて聞いたことない人結構いるんじゃないかなと思うんですけど、これはですね、不適任であると訴えられた裁判官を辞めさせるかどうかを決めることができる、裁判所になります、ね、なんか不思議な感じしますよね。なんか裁判所ってつくから、あ、裁判官がいるのかななんて思うんだけど、この弾劾裁判所っていうのは裁判官を辞めさせるかどうかを決める場所なんですよ。まあ決めるためにね、ある、設置されてるものなんですよね。だからこれが、だからこれもまた三権分立思い出してもらいたいんですけども、これは国会と裁判所との関係で、裁判所の力をこう、いい、ある意味では抑制したりっていうね、してる部分になるんです、ね、これまた別の単元でこれから先、勉強するんだけど、裁判官っていうのは基本的には簡単に辞めさせられないようになってるんですよ。いい、なんでかって言ったら、例えばだけど、ある人からね、ある人からするとその判決は不都合だと、いう場合に、おい、あの裁判官の判決おかしいから、あの裁判官辞めさせろ、ね、あの判決を覆せ、なんていうことが簡単にできちゃったら、正しい判断がやっぱり裁判官できなくなっちゃうじゃないですか。なので、基本的には裁判官っていうのを簡単に辞めさせることができないんですよ。できないけど、これすごくない？国会はそれができるんですよ。もちろん、ね、いろんな審議とか経て、ね、話し合いを経て、検討して、その結果なんだけどね。でそれが一応できるということで、押さえておいてください。
さあ、ではラスト、いきたいと思います。なんかね、もう本当取ってつけたような感じで書いてしまってね、申し訳ないなと思うんですけど、国会には、いろいろ種類がありますね。要はさ、国会には種類がありますって聞くと、先生、国会議事堂って、いくつかあんのっていうふうに思っちゃう人がいるんだけど、そうじゃない。国会というのは、話し合いの場のことを指してますからね。だからその、話し合いの場が、いろんなパターンがあるよっていう話。いいですか？で、これが、常会、臨時会、特別会、参議院の緊急集会っていうものがあって、まあ、一番基本的なのはこの常会ってやつですよね。年に1回、1月にね、こう集められて、まあ、大体150日とかね、話し合ってっていうのが、まあ、いわゆるこれが年末の通常国会ですね。さあ、そして臨時会なんですけども、この臨時会っていうのは、この通常国会が、終わっちゃってるでしょ。この150日間みたいな話したじゃない。その150日間150日以外で、ね、必要になった場合に、じゃあ臨時でちょっとね、またちょっと国会ね、話し合いを開きましょうなんていうことが、行われたりするのがこの臨時会ってやつなんです。ね。で、特別会っていうのはこれ何かっていうと、これはですね、衆議院が解散になった後に内閣総理大臣の指名、これを行うために、開かれるのが、この特別会っていうものになります。で、ラスト、参議院の緊急集会は何かっていうと、これも衆議院が解散して衆議院の議員が誰もいない、参議院しかいないよっていう状態の時に、その状態でも緊急で何か話し合わなきゃいけないことが出てきた場合に、この参議院の緊急集会っていうのが、開かれるということになりますね。まあ、一応こういうふうな形で国会の種類っていうのがあるんだよっていうところを、しっかりと押さえておいてください。さあ、いかがだったでしょうか。今日もね、結構複雑なところ、間違いやすいところ、ね、なんかよくわかんないななんていうところたくさんあったんじゃないかななんて思います。なのでね、まあ、いつも言ってる通り何回も何回も繰り返しね、見たりとか聞いたりとかして、なんとなくこう自分の頭の中にね、あ、こういうもんなんだっていうのも入れた上で学校の授業ね、聞いてもらえるとすごくこうね、理解度とかそういうのも高まっていくと思いますので、ぜひそんな感じでね、授業動画活用してもらえるとありがたいななんて思っております。はい、ということで、今日の授業動画の内容ね、良かったなとか役に立ったなと思いましたら、高評価と、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、では今日はこれでね、授業終わりたいと思います。ありがとうございました。